皆さんこんにちは、日本画家の穴澤和沙です。本日はこちらの作品をご紹介いたします。こちらの作品はタイトルは月に焦がれてという作品で、月に向かって咲き誇るグアラジオザラスというお花を描いた作品です。紫のグラジオラスの花言葉は情熱的な恋と言います。月に恋した花の美しさを表現いたしました。グラジオラスは葉っぱの先が針のように鋭く、そういった花の特徴を繊細に捉えながら描きました。花びらの一本一本、花びら一枚一枚の線描きは金箔を粉末状にして絵の具にしました金泥を使用しております。月を表す金箔の部分は箔を貼った後に目のうの棒で全面を磨いて光沢をより輝くように仕上げました。こちらの作品は普段の作品と違い縦長の作品なので、幅も取らずどこの空間でも飾りやすい作品となっております。ぜひこちらの動画でもこちらの作品をお楽しみください。